もしかして883部が88。あ、うちよりもちょっと増えてましたね。え、そうなの？あの、いや、あの最初にあの朝一番で測ったのが382で、そこからちょこっと小松菜食べて、うん、で来たので。あ、そういうことね。そうですね。まあ、ちょっとまだ多少濡れてるかもしれないって言うのかもしれないね。食欲は一応毎日は食べてくれてると。そうですね。毎日のしっこは出てるところ。あ、だいたい出てる。そうですね、まあ、だいたい1日1、2回ぐらい。程よい硬さ、しっかり柔らかめ。程よい硬さ、程よい硬さ、柔らかめ。この柔らかめってさ、形がある柔らかめ。あ、そうですね、あのバナナ型だけど、ちょっとなんかあの、なるほどね、触ってみてちょっと崩れやすいというか。本当でもね、そっちの方が正常かもしれない。あ、ちょっと硬すぎだったのかもしれない。うん、そう、反対にね。そうなんだ、硬からず柔らからず。あ、転がるぐらいのうんちは、ちょっと硬いかもしれない。あ、そうですか。結構転がってる方が頻度が高かったような気がします。わかりました。ちょっと最近体重が停滞気味ではある。そうですね、あんまり増えてないです。あんちゃんごめんね。よし、中田さんごめん。ちょっと100の1分でこっちちょうだい。あんちゃん。よいしょ。そう、この首引っ込めないんですけどね。僕と大人違う。やっぱり。毎日うんちはしてるけどさ、はい、まあもうちょっとずっしり感が欲しいよね。そうですね、ちょっとなんか、うん、まだなんかスカってする感じ、スカスカした感じがありますね。スカスカって言ったら申し訳ないけど、うん、なんか見た目からしたらちょっと軽いかなっていう。そうそう、まあこれさ、1枚分からないけど先天的な何かあるんだよね。そうです、治りが悪いしさ、この子にも頑張って食べてもらって、環境も割とね、整えてもらってたんだからさ、まあでもとりあえず元気は、はい、そうですね、まあ、そこそこ1日1回は動いてるわけですね。吸入の準備して106。やっぱり最近ちょっと寒いので、うん、それであの結構あの保温球の下で、あります、ちょっともう暖かいところ探してます。あ、そうです、暖かいところでじーっとしてて、そこからちょっと元気になったりとかしてます。そうなんですよ、なんか夏から急にさ、なんか、はい、初冬になっちゃったからさ、来てるそうなんですよ、秋がなかったのでなかったもんね。だから一気にもうそう、辛いよね、この。そうなんですよ、こっちも人間も準備しないと。これでも朝一の温度がさ、あ、まあ、そうです、これ、あ、その27とか9とかあるわけ。まあ、そのぐらいはあるようにはしてますね。何でも寒いのかな、保温球がないからかな。やっぱりなんか、直射日光じゃないけど、やっぱそういう直で暖かくしてじゃないと、やっぱり朝一でシェルターに入ってるところを手で持ったりすると、やっぱ甲羅が冷たいので、あ、やっぱりそういうところで冷えちゃってはいるのかなとは。まあそれとさ、いつも言いますけど、あの寒いけど1分から30分にくよくしてくださいね、できる日だけど、まあ5分で、1分から5分でいいですよ。寒くなってきて30分は死んで、でもやっぱりね、ポカポカした日に、冬場でもさ、ポカポカした日に外に日に当たるとさ、活動的になるケースが多いからね。はい、気にして。